武田里氏は高知県南国市出身の元、プロバスケットボール選手である。ポジションはシューティングガード。身長185センチメートル、体重72キログラム。12歳の時にバスケットボールを始める。南国市立飛びが地中学校から高知工業高校に進学し、高校総体、ウィンターカップなどの全国大会に出場する。1999年に 高校卒業後、高知県の一般クラブチームを経て、大阪ディノニクスに入団。BJ リーグ発足後の2005から06シーズンは、大阪エベスサに在籍し、優勝に貢献する。2006年、2006から07シーズンより、BJ リーグに新規参入する、高松ファイブアローズに移籍し、準優勝に貢献。2008から09シーズンは、高松のキャプテンを務めて、 プレイオフ進出に貢献。2009から10シーズンはプロでは、初挑戦となる、ポジションポイントガードでも試合出場している。1試合平均得点で、自己最高の10.9得点を記録。2010から11シーズン、BJ リーグオールスターゲーム本戦に初出場。2011年7月、FA 権を行使して、大阪エベッサに復帰し、2シーズン在籍。 2013年 NBL の新規参入チーム、つくばロボッツに移籍。2014年11月30日に退団。2015年和歌山トライアンズに入団。2015年9月26日、自身の Facebook で引退を発表した。ありがとうございます。